はい、闘病前9、8、7、6、5、4。27回商売商売、こんばんは、川崎です。今日も楽しく配信していこうと思います。今日は可愛らしい、あの可愛いお客さんも来てくれてますので、私とっても楽しみにしてます。篠原さん、今日どうかよろしくお願いします。お願いします。篠原よしこです。よろしくお願いいたします。私も同じくとても今日は楽しみにしてました。そうなんですよ ね、もうなんか桜も散ってきて、もう早後ろにはアジサイが、咲き始めて、もうアジサイの時期になったんかなと思って、もう桜散った時は本当になんかもう切ないなと思って、咲いてる時は可愛らしいんですけど ね、もう散るのを見たらやっぱり切ないなって思ってしまうんですけど、やっぱりまた紫陽花も咲いてきて、またちょっと華やかに咲いてきました ね、はい、はい、それでは今日も、はい、あのゲストの方がお見えになってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしま す。そしたらゲストの今日のお客様の紹介をしていきたいと思います。まず会社名がプリンセスネイルで、鈴木さやかさんですね。住所が香川県高松市仏生山からおいでです。電話が 090-2823-3839。 お仕事の内容、ジェルネイル、ハンドとフット、フットケアオーダーチメイクです。でもう一方がフェアリーアート大山優子さん、丸亀市原田町からお越しです。電話が 090-8697-4979。 お仕事の内容です。ボディジュエリー、ボディアート、ヘアアート、タトゥーカバー、ジュエルネイルなどです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初に鈴木さやか様からお伺いしていきたいと思います。はい、一応、まあ、お仕事の内容を紹介していただけますか。はい、はい、ジェルネイル、はい、ハンドとフットと、あとはあのオーダーチップ、ブライダルとかの、ね、その日にお客様の、まあ、その日だけ、あの花嫁さんとかブライダルチップ作ったりとか、あと角質ケア、足のかかととか夏とか、やっぱりカサカサしたりとか、やっぱり結構素足になることが多いので、そういう角質ケアとか、はい、そういうのもしてます。なんか幅広いですね。ですね。そうですね。なんか女性にはとても嬉しい、そうですね、今日はことがお伺いできますね。女性必見ですね、今日は。ですね。はい、じゃあ、 あのネイルで、ね、ここなんか色々、はい、そうですね、今日はなんか色々可愛らしいのもあり、アリーのこれはこうですかね、こうですかね、あ、逆こうですね、すいません、いえいえ、はい、これがあのサンプルというか、はい、あのブライダルの方とかにも飾らせていただいたりしてるんですけど、こういうなんかサンプルチップとか、これ以外にももちろんあの雑誌の中からとか、あのこんなのとかあったら作る、あのご要望に合わせて作るんですけれども、はい、これをお客様がこんなんがいいとかって言ったら作ってあげるんですか。はい、はい、その中からもですし、もう雑誌とか今はもうネイル雑誌とか出てるんで、はい、こういうのがいいっていうのがあったら、はい、作ります。じゃあこれは結構若い方、はい、いやもう幅広い、あのこの今あの出てるのは今出てるやつですね。そうですね、上の真ん中のは、結構どなたでも、え、そうなんですか。はい、真ん中のピンクの一番上の列ですかね。うん、
はいはいはい、あその一番上の真ん中です、あの真ん中のね、はい、レースっぽいのが、はい、これは何な、はい、なっていうんですか、これあ貼り付けてるんですね、あれ、あの、はい、この何ですか、あストーンです、ストーン、はい、そうなんです、つけてます、貼り付けてます、あれはあの、はい、いろんなあの、まあ、年配の方でいっぱいお仕事があるじゃないですか、はい、でそれで外れたりとか抜いたりとか、ストーンはですね、はい、あの結構触っていただいたら分かるんですけど、うん、もう上からジェルでかぶせてるんで、ちょっと触らせていただいていいですか、そんなにこう取れたりとか、すごい、ちょっと見てください、いいですか、うん、あ、ほんまだ、はい、ちょっと見せてください、うんうん、カメラの方に、はい、うん、マジですか、ね、あ、素敵です、はい、すごい、すごい、いや結構あの、はい、あの私はちょっと分からなかったんですけどね、はい、なんか軒そうな感じがあったんですけどもね、うん、結構丈夫って言うとおかしいですか、そうですね、結構丈夫かもですね、ですね、うん、でまあそれとなんか爪がねすっごい硬、はい、あ、そう、硬い、ええなんかね、だからあのどういうんですかね、あのネイルすることのメリットデメリットってあると思うんですが、うんうんうん、メリットは私はすごく硬くて丈夫、そうですね、うん、こう爪が弱い方とかですと、うんうん、爪が折れにくかったりとか、とかってありますね、ね、包丁を取りとかしてても、包丁がちょっと当たってもこう切れたりとかしないとかあります私はなんかね、先日包丁滑ってこう爪結構切ってしまう、ゴボッと言ってたんですよ、もう痛い、痛しかったんですけど、うん、ね、じゃあそういう心配はありませんね、うん、そうですね、少なくなります、それとどういったことがあれになりますか、そうです、あと結構よく言われるのが、うん、あのジェルネイルをしだしたら、あの今まではこう横広だったり、うん、下横広い爪だったって言われてたのが、あのピンクの部分が長く伸びてくるんですよね、うん、なので縦長になったり、こうやっぱり爪切りで切らなくなったりとかして、お手入れをきちんとするようになったら、やっぱり爪が縦長に綺麗になってきたりとかっていうのは、はい、なんか嬉しいです、うん、すごい年がいくと爪の色が悪くなっていくんですね、うん、そうそう、白っぽくなってきたり、うんうん、で弱くなったりような気がしますね、弱くなっていくので、うん、あ、うん、すごいですね、こんなラインとかもできるんですね、うん、あ、はい、それはですね、そういうパーツがあるのでそういうので作ったりとかも、うん、普通に引くこともできます、へー、すごい、したあの私は草抜きとか、はい、大丈夫です。大丈夫です。うーんですね、あー、庭のお手入れしてても大丈夫なんですね。ね、はハンドで、じゃあフットの方もされる方多いですか？はい、多いです。フットはもちろんフットケアとかもあったり、もちろんフットジェルとかもあるんですけど、フットは長持ちするね。長いです、手より。手よりやっぱり長い。手のジェルネイルは1ヶ月とかぐらいですけど、あ、1ヶ月は待つんですね、足は2ヶ月ぐらい、あ、そうなんですか、2ヶ月ぐらい持つんですか、はい、でもじゃ あんまりちょっと足は夏場はそんなに長く持たさない方が、ちょっとこう夏とか汗かきやすいので、まあ、ちょっと1ヶ月半で交換した方がベストかなって、足は、あ、そうですか、はい、濡れても苦しい、汗もかくし、サンダルとか履いた時にね、すごいあの綺麗ですよね、そうですよね、女性は特にね、サンダルとか、ね、ね、あれも履くので、それであとかかとちゃん、はい、かかとちゃん、かかとちゃん角質ケア、はい、してます、あ、そうなんですか、角質ケアは、まずフットバスに使っていただいてもらって、で足の裏を、あのかかとを、ビューティーフットっていう削る、足のかかとを削るので、まず削ってその後スクラブで、痛くないですか、はい、大丈夫です、あ、そうなんですか、はい、削って削っといて、はい、それからその後に、パック、足のパック、はい、押して最後ちょっと、まあ、簡単ですけどフットマッサージをして終わりです。
あ、フットマッサージもしてくれるんですか。はい、そうなんです。ですって。それでも綺麗なツルツルに、はい、ツルツルに若返ったカカトちゃんになるんですね。はい、これからのシーズンとかですね。あ、そうですね。でもあの結構あの、まあ、若い方はあれですけど、はい、まあまあ年配になってきたら足のかかとが傷んできて、うん、一遍じゃ済まないですよね。何回かしたら、そうですね、やっぱりあの一気に取ってしまったり、一気にしてしまうと、うん、ちょっとこう痛い時とかなので、まあ、何回かちょっと通っていただいて。そうなんですか。はい、うーん、そういったあの、ハンドとフットの場合のその時間はどれぐらいかかるものなんですか。はい、そうですね、手のジェルネイルはちょっとまあやっぱり普通に長さを出さなかったら2時間、うん、2時間とかぐらい見ていただく。で、両手で2時間。はい、そうなんですか。そうなんです。でやっぱりこうちょっと長くもう長さを出したりとか、うん、ってなるとやっぱちょっと3時間ぐらいは、ちょっとデザインにはよるんですけど。そうですか。はい、じゃあそ の, あの2時間かかる人と3時間かかる人とのお値段の違い、はい、出てきますよね。そうですね、出てきます。そうですか。はい、うん、じゃあこういったあのデザインによっても、うん、あのそうですね、お値段変わってきますか。はい、変わってきます。へえ、ちょっとあの3時間って言ったら考えられない。うん、そうですよ。ね、そうですよね。うん、はい、でもうして、うん、されてる方もあのあっという間と。あ、そうですか。はい、ほう、はい、だからフットの方は、フットのネイルは、うん、1時間半ぐらいですかね。そうですね、はい、ないです、ないです。もう、ね、そうなんや。じゃあ一般にあの年齢的にどうでしょう、お客様は。はい、お若い方が、はい、でもお若い方が多いですか。はい、そうです。あと主婦の方が多いです。うん、ああ、そうですか。のところ、あ、はい、一番最高のお年齢の方で、うん、70歳の方来てくださ。あ、そうですか。はい、それはハンドもフットも両方。はい、両方。あ、すごい。両方。うん、じゃあそのまだいけるか、ね、まだいけるわ。じゃあどうですか、あの70歳の方がおいでるたら、そのどういった関係であの宣伝とかされてますか。どういった関係で。あまり私宣伝とかはしてなくて、うんうん、口コミとか、そう、ご紹介が多いです。あ、ほんな最初やった人からのご紹介とか、うん、はい、じゃあもう宣伝はしなくても結構口コミでお客様が次々増えて、うん、はい、なんかとてもあのお忙しいそうで、あ、ね、まあ、早速聞いてますよ、うん、ジェルネイルしてもらいたいなとか、うん、ね、めっちゃ可愛いって来てますよ、うん、ありがとうございます。ですね、お値段も気になる、お値段価格、それ気になるところですよね。じゃあすいませんが、はい、こちらです。出ますか、ね、こうですか、うん、はい、すいません、一応これは、正規の金額になってるんですけれども、はい、ジェルネイル普通に、普通 の, あの長さを出さないジェルネイルが8000円、はい、で、長さを出すっていうのがあの、人工的に長さをつけ足すようになるんですけれども、それが8000円のプラス1000円、9000円ってなってましたわ。あのパーツお値段を書いてたりとか、足ジェルのお値段、フットケアとかのお値段書いてるんですけれども、うん、あの結構やっぱり高い、うんうん、であの毎月やっぱりいろいろキャンペーンとかもしてまして、うん、まあ、ご新規の方だったら、初めての方でしたら、あのもうデザイン料はいただかず、いただかず、はい、いただかず、はい、ジェルネイル、長さ出さない場合は8000円、長さ出してデザインも、あ、 長さを出しても9000円、デザイン込みでご新規の方はしています。はい、はい、で最初の方はそのデザイン料はいただかなくて、はい、っていうことは、はい、どういったお値段になりますか。あ、もうこの8000のみ、8000のみ、9000のみのみになります。あ、はい、どこでしてくれるんですか。仏性山でした。じゃ あ, あのお店とかお持ち。あ、そうですね、うん、なの
ので、あの皆さんご予約は、ええ、携帯。ああ、そうなんですか、はい、うん。今言ってくれた携帯ですかね。はい、そうですね。090、そうです、ね。2823。メールでも、はい、あご予約受け付けてます。SMS とか、ええ、はい、はい、090-2823-3839 ですね、はい、はい、こちらの方にお電話いただいたら、はい、してくれるそうです、はい、じゃあ武将山の方に行くんです ね、 ねえ、はい、え、じゃあ、 あの、はい、あのそちらをお伺いするしなければ、はい、出張とかは出張もしてます。あ、そう、はい、それはあの住所がどこ、まあ、どこまでとかありますか、はい、特に県内でしたら大丈夫です。香川県内だったらどこでも、はい、行けます、うん、あ、そうなんですか、はい、そして気になるのが、そうです、出張料なしですか。結構出張も多いですか。そうですね、あの出張も多いですね、うん、でやっぱりあのエステサロンとか、うん、エステサロンさんとかの、うん、まあ、提携してるところ、うん、三本町とかにあるんですけど、うん、そこにもこう行ったりとか、はい、じゃあすごくね、幅広く、すごい、あの、あれですね、持ってますね、本当ね。じゃあオーダーチップとはどういったものなんでしょうか、はい、あ、まさにこのこういう感じなんですけど、うん、はい、あの前もって打ち合わせをして、デザイン決めていただいて、やっぱりお仕事上どうしても、うん、あの爪がゼルとかできない方とかを、うん、あの結婚式とか多いんですけど、うん、そういう方があの、うん、あの結婚式の日だけ、うん、こういう風にあの、うん、チップを、はい、別で作って当日専用のテープでつけるようにします。専用のテープでつけるんですか。はい、すっごく可愛らしいですね。こういう可愛いのあるでしょう、なんかあのお店とか行ったら若い方がされてるのがついあの目すごいいきますね。そうです、うん、なんかついなんかうすっごく可愛いっていう言葉が出てしまいますけどね、はい、店ってね。うん、クマちゃんなんてあるんでしょ、クマちゃん、クマ、ね、ちゃん、はい、綺麗だわ。これ犬ちゃんとか猫ちゃんとか、うん、OK なんですね。猫ちゃんも OK です。こういったこのお花のものはなんか、はい、結構なんかいろんなものに引っかかりそうな気も、はい、あ、そのもう立体的になってる、はい、うん、はもうちょっとあのブライダルとかそういうその時だけですね。あ、でしょうね、かかっちゃうね、引っかかりますよね、はい、うん、衣装の花に合わせて花とか、そうですね、あ、はい、いろいろな色にね、なるの、綺麗ね、綺麗ですね。すごい、変な質問していいですか、はい、シャンプーするときどうするんですか。あ、シャンプー自分の髪洗うときとか、はい、大丈夫です。いけるんですか、はい、あ、これで洗ってます、はい、ね、そのままでこういけるいけます。全然あの丈夫で抜かない、なんかちょっとあのね、うん、でもあのこれこういうのだったらいけそうな感じしますね。こういう系統ですよね、ね、うん、それだったら結構あの年配になっても、うん、ちょっと模様もう少し色をもう少し抑えたらいけるかなっていう感じがしますよ。先がバラになってねえ、うん、はい、うん、じゃあ季節に応じて桜になったりバラになったりですか、うん、そうですね、その季節結構左右しますね。あ、そうですか。4月とかだったら桜っぽいパーツが出たりとか、桜デザインとか、うん、はい、へえ、すごい、へえ、すごいすごいねえ、もう今からへへ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 の方なんですけど、うん、花嫁さんとか、うん、あと列席者、あの、ま、ご親族の方とか、うん、あの、ま、そういう式場さんで、ね、うん、させていただいてます、うん、はい、じゃあその結婚式用のこのメイクです、はい、普通のメイクっていうか、はい、よりかもなんか華やかな、赤爪で、はい、ですね、なんかね、お話
聞いてた。もうすっごくいっぱい夢があってね、お客様に夢を与えるじゃないですか。で、女性がすごくあの綺麗になる、輝いて見えるというか、そういうお仕事ですよね。ねえ、だからやっぱり楽しいことばっかりかなと思いますが、はい、やっぱりあの辛いこととか苦労されたことはありますか？最初というか、もうこの仕事を一人で始めるきっかけは、前の会社が倒産したからなんですけど、はい、悲しい出来事からのスタートだったんですね。そうです、の、はい、まあ、知り合いのお世話になってる社長がちょっと場所貸してあげるからっていうのからスタートして、それでまたネイルの方へ行かれた。なんかそれをきっかけ、そうですね、その倒産した会社も、まあ、美容関係のそういうまあエステとか、そういう学校が入ってた時とか、そういう会社だったんですけど、そうなんです、そこからです。そこからのスタート、はい、たらゼロからのスタートで、はい、もうね、打ち込みで広がっていたんですね、はい、すごいすごい。やっぱりこのお仕事されて、じゃあよかったですか？はい、よかったです。ああ、はい、楽しそうですね。楽しい、ね、お仕事が苦じゃない、ああね、はい、やっぱり綺麗にしてくれてありがとうっていう仕事ですもんね。はい、ね、一番嬉しい、ね、そうですよね。やっぱり女性の方、やっぱ帰りはルンルンで、うわ、ね、ね、そうですね。やっぱりこれは女性にしか分かりませんね。はい、ですね。だから今からもっともっとこの、あのお仕事を広げていきたい、うん、ありますか？そうですね、やっぱりなんか夢とかは、海外とかですか、とか夢ですけど、でもあのすごくあの関さんの場合はそれは夢じゃないような感じする、なんかね、すごくあの、きっと現実化しますよ、ね、すごいお忙しいそうだね、すごい、じゃあ、 もう口コミで次々お客様をおいでるから、はい、じゃあまたそのお客様は、はい、まあ、ずっとまた次も来ていただきたい、はい、うんうん、そういう、 こう努力とかなんかはされてますか？もう次も来ていただけるためのなんかをね、お客様に、うん、やっぱりこう一対一でずっとする仕事なので、うん、やっぱりリラックスして、こう次も来やすいように、まあ、すごく和気あいあいとした感じで、その3時間、2時間を終わらせるようにしてます。はい。いろんな話もしながら。そうですね、いろんな話もしながら。はい、じゃあ結構リピーターのお客様が多い。ですね、ありがたいことに。はい、ですね。ね、どん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 、ね、そうやね、大山さんにもお話もね、大変、同じ急に振られてごめんね、いっぱい話も聞きたいんですけど、次大山さんにも、はい、ね、ね、うん、いい風です。あ、ね、だからもう夢に向かってもう、はい、ね、ね、頑張ってもらって、はい、そう、羽ばたいてもらって、はい、海外に向けるように応援してますので、はい、ありがとうございます、はい、お客さんどんどん増えますよ、はいはい、ありがとうございます、はい、それでは大山さんの方にも、ね、はい、お聞きいたしましょう、はい、じゃあ大山さんにお店の内容、お仕事の内容をちょっともう少し詳しくお話していただけますか？はい、フェアリーアートといって、うん、ボディジュエリーとボディアート、ね、さっきも説明あったと思うんですけど、うん、まあ、アート関係をメインにしてます、うん、で、まだほとんど知られてないんで、うん、ボディジュエリーって言っても何、うん、っていうのが一番なんで、うん、鈴木さんみたいにこういう、うん、ああこういうね、なんていうの実際に、まあ、見本として紙にしたりとかして、うん、っていう見本もあるんですけど、写真とか見本っていうのは肌にするのと違って、うん、色合いとか輝きが、うん、全然違うんで、うん、今日は、まあ、常に知ってもらうために自分にはアートしてるんですけど、
まあ、買い物行ったらすっごい見られますけどなんで、うん、こういうのがボディジュエリーって、うん、どうだ、ちょっとちょっと綺麗ですね、こう、うわ、こうか、こうすごいな、かわいい、あのこれでも、うん、カメラ通すのと肉眼で見るのでは、うん、多分違うんで輝きが、あ、へえ、多分このこう見た方が、あ、本当だ、綺麗だ、あ、綺麗です、はいはいはい、うん、あ、全然違いますね、またこの電気と太陽光っていうのでもまた違うんで、うん、一番外で肉眼で見るのが一番綺麗なんですよ、うん、だから写真とかでは表せないんで、常に自分にして見てもらう、で知ってもらうっていう風にしてます。だからあのご自分でこう、あのはご自分でされる、そうですね、基本あの左腕にしかできないです。あですよね、やっぱり描くって言うんですか、なんて言うんですか、ここにいろいろ方法はあって、肩使ったり、うん、あとはあのデザイン自分で、ね、今日モデルがいるんですけど、うん、今モデルのは全部私が描いてるんで、うん、デザインして、あとブライダルも自分でデザインするんで、うん、こういうのはあの、うん、お気に入りをちょっとネットから探して、でそこでコピーして、で写すんですけど、まあ、そこからは、まあ、描くも描くんですけどね、もう一回、やっぱり描くっていうんですか描くっていうと、のり専用の肌に安全なのがあるんで、うん、そういう専用の、うんうん、をまたこう上から描くみたいな。あ、それって汗とかで抜かないんですか。うん、うん、これで3日目です。 あ、そうなんですか。お風呂も普通に入れて、ガーってやったら抜きますけど、うん、軽くじゃあある程度こう泡程度、あ、泡程度でもすごいですね。へえ、じゃあシャワーしてもいったらですね、シャワーはね、そうですね、うん、どれぐらい持つの。私の最高で1ヶ月半です。ああ、うわ、すごい、うん、それも綺麗な状態で、うん、でそれはいろんなところにもこうできるんですか。顔以外、うん、顔はやっぱあの目に入ったらダメなんで、うんうん、顔以外なら、まあ、お尻とかはできないですけど、ここそれ以外は、うん、ここしてとかっていう、うん、ね、そうですね、うん、これから夏場になってね、タンクトップとか着だしたら、うんうん、それこそここね、肌もの露出がすごく多くなるので、うん、ちょっと肩の方にしてとかもあるんですよね。そうですね、うん、でもまあその持ちも、うん、その人の生活とか、うん、肌質によって全く変わってくるんで、うん、汗かきやすい人とか油分がちょっと多い人なんかは、ね、どうしても抜きやすくはない、うん、その時も調整してしてくれるんですか、ね、そこは調整はできない。肌まではね、やっぱりね。じゃあ真夏はやっぱり抜きやすいですね。今からのちょっと季節はまだ真夏まではちょっとあれでしょ、まあ、抜きやすいって言っても汗かいたからズロンっていうことはないんで、うん、そうですね。じゃあまあお仕事としては今からこう肌を出した時期からがお忙しくなって、まあ、去年からってやるじゃない、今年からなんで、あ、そうですか、うん、まだ初めての夏なんで、うん、どれだけ、うん、まあ、してくれる、あ、26年の1月って、うん、ね、そうです、うん、でこれあのボディジュエリーとかボディアート、ヘアアートは、ヘアアートは、ええ、ここ映るかな、うん、これなんかですね、ね、そう、うん、これなんかいただいて、ヘアアート、ヘアアート、ヘアアート、こういう紙にするアートですね、うん、ええ、でこっちは肩使ってバラ、ええ、浴衣、去年 の浴衣かな、うん、の時にしたやつなんですけど、え、これ紙に部屋に描くんですか。そうそうそうなの、だからピシッてしたとこじゃないと、うんうんうん、あ、でき、あ、じゃあゆらゆら揺れるとこにしてもうんうんうん、こっちのライン、こっちのラインやったらいけるんですけど、うんうんうん、お花とかになると
ピシッとした面じゃないと。ああそう、じゃ あ, あの鈴木さんのようなこうあの髪ね、後ろまっすぐこう、うん、ここら辺にいたら今のようなかあれしかできないっていうことですか、このストレートの髪、まあ、できないことはないんですよ、うん、ただこう髪が揺れるとお花じゃなくなっていく、ね、うん、ああなりますよね。あ、それ髪の場合はでもな、うん、そんなには持たないでしょ。まあ毎日シャンプーしてほしいので。まあそうですよね。まあその、その日。そうですね。ですね。でもなんか綺麗です。今度もなんかねしてみたんですね。赤い黄色。どうですか？ねえ。でも私から笑われるかもしれない。そういうのをなくしたいんですよ。ねえ。ですか、あのジュエリーも、うん、あの赤ちゃんから年配の方まで肌に負担がないんで、うん、誰にでもしてほしいなっていうのが、どの年齢でも、うん、ね、うん、まあ正直言ってまだちょっと抵抗は私ともありますわね、ちょっとね、うん、やっぱ年配の方は肌にそれ入れずにみたいな、うん、あのただ知らないからですよね、多分そうだと思いますよ、うん、うん、ボディアート、うん、ねえ知らん、うん、特にジュエリーの方は女の人はキラキラしたもの好きなんで、うん、好きですね、そうです、うん、好きだから絶対嫌いな人はいないですね。アートの方になるとやっぱり本物に近くなってくるんで、うんうん、まあ、ちょっと抵抗ある方もいるかとは思うんですけど、これ S サイズ2000円から、うん、って言うて乗ってるんですけど、これやっぱ大きさで違うってことですよね。そうですね、してもらう大きさで値段が変わってくる、ね、え、まあ S サイズだ、だいたいあの名刺サイズ、あ、名刺サイズ、名刺サイズ、それプラスあの、うん、技術量じゃないですけど、やっぱいろんなのがあるんで、デザイン量、アートじゃないわ、足にしてるんですけど、うんうん、これがちょうど名刺サイズなんですね、うん、でもちょっと立体的に見えたりするでしょ、うん、はい、うん、なんでそうなってくるとまたプラス1000円もらったり、普通のグラデーションぐらいだったらいいんですけど、やっぱその分手間がかかるんで、うん、へえ、じゃあこんなの書いてとかって言われたら、そうですね、一応あの、うん、丸亀とかこの中山でもジュエリーしてるとこは何店舗かあるんで、うん、その中でもうちにしかできないっていう売りがオリジナルみたいに、うん、まあ一応何でもできるっていうふうにこれしてって言われて、うん、それは絶対無理なのも出てきますけど、うん、でも今のとこはできる自信があります、うん、すごいですね、他のとこよりは。すごい、それはすごいですね、それを大きく言うとかな、うん、このまま借りてできますと、ね、すごい、ここにウェブサイトの、うん、ホームページ、うん、アドレスがあるんですけど、うん、ここを見てもらったら、うん、今までのデザインとか、うん、全部、このぐらいのデザインでこのぐらいの大きさやったら、うん、この値段っていうのが、うん、乗ってるんで、うんうん、そこを見てもらったら一番よくわかるんで、これは今映ってるのはお嬢様ですか、はい、じゃあ登場してもらおうかな、じゃあおいでいただきますかね、お待たせいたしました、お待たせしました、かわいらしいモデルさんが、すごい綺麗、うん、綺麗、あ、かわいい、かわいいね、うん、ね、背中もある、すごい、一応これも娘の雰囲気に合わせて、あのデザインしたんで、まあ、ブライダルとかやってもそのドレスの色とか、あと式場の中にはこういう派手な色っていうのはあまりふさわしくないので、そういう時にはあの純銀って言って本物のシルバーを使ってするんで、まあ、ちょっとブライダルっていうと値段が上がるんですけど、でもこの間のお客さんも、ブライダル1万5000円からなんですけど、ちょっとそんなには出せないっていうんでデザインちっちゃくして、でまあ5000円からっていうふうにさせてもらったりも、綺麗、めっちゃ綺麗だ、お名前なん
ておっしゃいますか。アネラです。アネラちゃん、かわいいですね。何歳ですか。4歳です。あ、お利口さんですね。すごくかわいいですよ。ありがとう。ねえ、綺麗。どうですか、こういうのしたら嬉しいですか。綺麗ね。すごいですね。これはなんか宣伝とかそういうなんかでされてますか。インターネット以外なんかそのチラシとか出したりとか、広告だとか、まあ、お貸してもらえる店舗さんとかにもお貸してもらったり、あと5月3日4日に丸亀お城祭りがあると思うんですけど、そちらの方にも出店するんで、中のお城村の方に、まだ場所どこに配置されるかは言われてないので、どこか探してもらえば、お店出します。じゃあ船底に行ったらしてもらえるんですね。そうですね、イベントなんで、イベント価格で通常よりも安く、させてもらうんで、それはいいかも。すごいですね。じゃあアネラちゃん、ありがとうございました。ありがとう。かわいいの。じゃあお兄ちゃんの方、お願いできますか。じゃあどうぞ。ね、お兄ちゃんのはまたかっこいいですね。さあ、お父さんも登場。はい、はいはい、ご説明お願いいたします、はい。あの、アートの方を担当させてもらってるんですけど、ボディアートの方、まあ、あのフェイクタトゥーって言って、まあ、ちょっと本物に近い感じの、まあ、すごい、パッと見た感じ。うわ、で、まあ、今回このちょっとあの首飾り、チョーカーっぽく、あのデザインしてみたんですけど、まあ、いろいろデザインあるんですけど、まあ、その中から、まあ、選んでもらったり、あとこういうのしてほしいっていうのがあったら、まあ、そういうのに対応してもやっているんで、で、まあ、今からこのちょっと露出が増えてきたりする時期なんで、まあ、ぜひあのおすすめなんじゃないかなと思うんですけど。ですね。はい、ちゃで、まあ、大体1週間前後ぐらいで、まあ、消えてしまうんですけど。ああ、消えるんだ。やっぱり擦ったりしない方がいいんですね。まあ、そうですね、極力でも、まあ、お風呂ぐらいじゃ落ちないですけど。あ、そうですか。ただやっぱりあのどうしても肌にかいてるもんなんで、うん、あの染み込んでるもんじゃないので、うん、擦るとやっぱり消えますね。あ、へで、まあ、使ってるものはあの、まあ、アルコールがベースで、大体もどんな人でも、まあ、ほとんど負担がないものなんですけど、だけ安心して、まあ、やってもらえるんじゃないかなと。顔とかにも、まあ、できますし。あ、そちら顔にもできるの。はい、で、まあ、こんな感じで、言ったらヘアにもできたりもするんで、さっき言ってたヘアアートっていうのは、まあ、この型を使って髪にもやるっていう、ですね。なんかあのいろんなあの野球の試合なんかあの見に行った顔とか、はいはいはい、それはそういったもので、いや、これでは、ね、また違う。また違います。あ、違う。あっちはもう一日で取れちゃう。あ、取れますね。どうだったら抜かないですね。はい、すごい。お兄ちゃんかっこいいね。お兄ちゃんは何歳ですか。あ、9歳。やっぱりしっかりしておいでるわ。ねえ、ねえ、すごい。それは、まあ、あの色は今そういった黒い、あのそれもいろいろな色で、いろんな色がありますね。ああ、そのあれによって、あれ、まあ、デザインによってというか、うん、まあ、好きな色を選んでもらったりとか、ここは何色にしてほしいとかっていう方もいるので、まあ、それに合わせて。やっていってるんです。まあ、今日のはでもデザイン的に黒の単色の方がまあパッと見た感じかっこいいかなと思ってまあ単色でしたんですけど、なんか洋服にも合ってますしね。はい、そうですね。かっこいいですね。かっこいいねって着てますよ。かわいい、かっこいいねって。結構ね、女の人にも人気あって、ちょくちょく来られるんですけど、ライブ行く時とか、好きなアーティストの名前とか、ねえ、天野ちゃんがここに
本物入れてるの知ってます？本物なんですか？あれ本物ですか？ごめんなさい、あれ本物なんですか？そう、でそれを真似してされる方がいるんで、うん、あのあっちのそのアートも、うん、そういうデザインっていうか型紙なんですけど、うん、もうこっち担当なんで、うん、今までで一番難しかったらしいんですけど、あむちゃんとか、あそうなんですか。お仕事的にはご主人様と奥様とどちらが多い？する施術をする方はまだ今は私の方が多いですけど、うん、バックサポート的な、うん、チラシ作るのもウェブサイト作るのも、うん、全てこっちなんで、うんうん、ねえ、うん、うまいこと成り立ってます、うん、すごくかっこいいご主人でね、びっくりしましたね、誰だろうって、ね、ちょっとおばちゃん的に見てしまいましたねえ、かっこいいですからね、びっくりしました。うん、じゃあ、 あの大山さんも本当にお客様に夢を与えるお仕事なんですよね。そうですね、まだ始めたばっかりなんで、ね、徐々に、ね、でも結婚式にこんなすごいあれですね、可愛いです、綺麗ですよ、背中も見せてあげてくださいね、こっちも背中も、ね、はい、背中も、はい、どうぞ、あー可愛いですね、えうん、それを見せてね、うん、じゃあもうあのこう今からの夢もいっぱいあると思うんですけどもね、うん、お仕事に関しての、うん、うん、どういった、うん、ねえ、はい、一周して、ねえ、はい、くるっと回って、うん、はい、やばい、ねえ、もう一人の人、うん、多くの人に知ってもらって、うん、っていうのがもう一番ですね。そうですよね、まだ知られてないんで、そうですよね、やっぱりこの口コミも必要ですし、やっぱもう見てもらうのが一番なんで、うん、だから写真とかであんまり見てっていうのも嫌なんですよ、うん、あこの程度って思われるのも嫌だし、うん、実際全然違いますもんね、写真とね、うんうんうん、やっぱり自分が動く宣伝ですよね、うん、そうですね、ね、でそういった点でご苦労一番されますか？じゃあ、あの苦労はないですね、あねえ、うん、うーんお店お店はどっち？一応まだ店舗としては構えれてないんですけど、うん、そしたらどっかこう自宅に行ってあげるとかいうのは OK ですか？いや一応あの来ても連絡もらって、来てもらって、そうですね、うん、自宅の方に、ま、来てって言われたら行ったり、うんうん、ああの出張もされる、そうですね、それも範囲香川県内とかですか？そうですね、まだはっきり決めてないんですけど、うん、まあ何人かで、うん、団体さんでっていうグループに、ま、なっとってもらってってことですか？そうですね、友達同士で集めてもらってだったら行きますよ、行きますよ、じゃあ、 あの S サイズのを書いていただく時間的にどれぐらいの時間を要しますか？うん、まあ、S でもそのデザインによりますね、あのまあ普通の感じだったらあまりこうあのこの娘の背中にしてるハートのやつは、うんうん、はい、くるっと回って、はい、そのハート、ハート、うん、ハートの周りがレースになってるんですけど、うん、これで、うん、1時間半1時間半かかる、ハートだけやったら簡単なんですけど、うん、このレースがちょっと細かいんで、で一番でも早くて、うん、もう5分10分でできるやつもあるし、うん、あそうなんですか、うん、この あのあれは貼ってるんですよね、こうあれストーンはね、は、うん、ノリノリやねこの星は SS サイズになるんですよ、ね、これでもう3分ぐらいですね、
ねえ、イベントそのお城祭りでするイベントとかのは、うんうんうん、基本10分15分でできるデザイン、うんうん、だからといってあのデザインをちょっと手抜くとかいうのはしたくないんで、うんうん、早くできて綺麗に見えるデザインを、うんうん、それでももう何百とかは用意してるんで、これだけしかないのっていうようなことはならないように、イベントとかお店の方でも一応迷うぐらい。でデザイン一応どれぐらい持たれてるんですか。一応こういうので、まあ、あんまりないんですけど、だいたい予約して、あのこういうのがいいとかちゃんと打ち合わせして、そういうのでこういう子供さんが好きなワンピースとか、こういうのもイベントでは出させてもらうんですけど、でこういうのがあって、まあ、だいたいバラだったらバラがいいとかっていうのを聞いてて、で、まあ、その中でどんな感じのかってやっぱする以上気に入って帰ってもらいたいんで、すごいあの連絡するときは細かいんですけど、でだいたいこんなバラでもこんな感じがいいとかっていうのを聞いて、でその中で、まあ、今デザインうちにあるやつでいいですかって言って OK 出たら、あるデザインの中から選んで一応出しといて、こうあとはもうオーダーでこんなのって画像送ってきてもらったりしたのをもうするとか、じゃあお客様がいやしてもらったけどやっぱりちょっと自分が持ってるのと違うかったわっていうことはないですか。まあないですね。あ、それはすごいですね。やっぱり、ね、で携帯のなんかこの何、カバーっていうかあれにも、あ、スマホ、とか、一応、そっちあのデコっていうんですかね。このあ、デコではない。あ、デコではないんですか。あのキラキラしてるとかやつはじゃなくて、こっちどっちかというとこっちです。これほんだけタトゥーカバーやからですか。タトゥーカバーは、あの本物の入れ墨、タトゥーを、あの肌の色に合わせたファンデーションみたいなエアブラシで隠すんですよ。結婚式とかで入れたもののちょっと式には出れないっていう時とかに隠したり、線が危ないよもうダメ。それは結構見えなくなってしまうんですね。もう普通の肌と同じように、して隠すっていう。一応これがスマホカバーに、あのステッカーですね。こういうのもそうね。これも色いろいろあるんですか。そうですね。デザインもいろいろ。こういうのもできるんですよね。これはもう抜かないですね。抜きます。これも塗装の場合だと抜かないんですけど、その塗装となったら手間も、あのお金の方もかかるので、最近進めてるのが、あのそれシールとなってるんですけど、これシールですか。それを、内側から貼ってるのか。だから擦れても抜かないんです。こっちから触っても OK なの。そうなんです。落としたり擦れたりしても抜かないように内側から貼ってます。可愛いんだけど、こういうのもできるんですね。そっちの方が安くできるんで、まあ、おすすめはしてるんですけど、どうしても塗装がいいっていう人も、まあ、たまにいるんで、まあ、そういう人はあの塗装したりとか。これだったらいくらぐらいでできるんですか。それだったら、確か1000円。ああ、そうなんだって。そうなんだってって言うんですよ。あ、でもカバーは、あの持ち込んでもらったりとか、自分で買ってもらわないとダメなんですけど、もうそのシールを売ってあげるっていう感じで、で、あとは自分で貼って、あ、自分で貼って貼ってくれないんですか。貼れますけど、結構誰でも貼れる。ああ。
けなんで。へえ。へえ。へえ、そうなんだ。はい。すごい、すごい。時間が迫ってきたな。うん。いっぱい聞きたいことあるんですけどね。またね、うん、今後また活躍してね、みんながやってくるといいですよね。ね、いろんな年代の人が、うんね、時間もそろそろ。そうですね。本当。聞きたいこといっぱいあるんですけどね。ありがとうございました。アネラちゃん、ありがとうございました。また来てくださいね。またどうぞ。今日は本当ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。はい、アネちゃんありがとうございました。ね、はい、すいません。かわいい、かわいいモデルさんが前で何度も回っていただいて、ねえ、うん、カメラの前で、うん、はい、はい、じゃあそしたら衣装の方から今回も労働保険の復習も兼ねて、それと教材のことについてのこともお話お願いします。はい、そしたらこんばんは。こんばんは。今日もあの労働保険、今年度講師の時期なんで、あのもう一度労働保険について説明をします。労災や社会保険など未加入の事業者に対し、行政元請けから問い合わせが強まっています。民省では事業主や従業員が安心して働けるよう加入の窓口を開いています。民省で事務組合を作っていますので、事業主や家族従業者も加入でき安心できます。労働保険料を年3回に分割納付ができるので納めやすいです。それと安い費用で労働が省けるということで、あの民所の事務組合に任せていただいたら、あの、手続きが簡単にできるということです。で、まあ、例えばなんですけど、その下に書いてるんですけど、 A さん建設工事業の場合なんですけど、1日145円の労災保険料で、あの治療費、入院費、手術代一切無料で、休業中も平均賃金の60%から80%を給付、後遺症への給付、遺族への補償もありますということで、飲食業の場合は1日40円の労災保険料で、あの労働保険の場合、あの全部賄えるということです。まあ、保険料は業種とか条件によって異なりますので、まあ、あの事務組合に相談していただいたら親切丁寧に教えますということです。もしよかったらまだ加入してない人はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どう、教師は教師いきますか。はい、はい、そしたら、はい、ありがとうございました。さあ、そしたらいつもの郷田さんに、はい、よろしく。今日も楽しいイベントを紹介していただこうかなと思います。はい、はい、こんばんは。こんばんは。お世話になります。はい、あの今日は、はい、告知もあったのですが、はい、ちょっと一つ嬉しいお知らせがありまして、はい、こちら、うん、民生新聞の全国版の方に、はい、掲載させていただきました、はい、私も見させていただきました。見させていただきました。それでこれが出た日にお電話がありまして、はい、なんとこのようにお手紙をいただいたのですが、あの自分の持ってる着物、うん、しかも振袖、うん、および帯、うん、帯締め、うん、帯上げ、うん、長襦袢、うん、全て自由にお使いくださいということで、はい、はい、次のその日にも、次の日にはもう送ってきてくださったんです。それでまたこのようにご丁寧にお手紙までいただきまして、嬉しいですね。本当に嬉しい限りなんですけれども、嬉しいですね、はい、読んでくれたんですね、はい、ね、あのぜひもう素晴らしいもので、またこう、ね、こういう、ね、あのバッグ、これまた全然違うんですけど、ああ違うんですか、またバッグとかこういうのにして、はい、またお送りさせていただこうと思っておりますので、はい、すごい素敵、はい、すごい、
なので、うん、まあ、あの皆さんの持ってらっしゃるものをね、うん、またこんな感じにしていただけて、ね、うん、あのこの方も喜ばれるし、うん、持ってらした方もそうですし、そうですね、作られた方もそうだと思いますので、はい、皆さん全部こう作っていただけたらと思います、はい、そしてそれをまたあのこちらの一穂釜さんのイベントで、うん、はい、私も出まして、他のあの作家さんも、出ますので、はいはいはい、こちらで5月の作品も、はい、いつか、これは場所は、はい、一穂釜さんの、はいはい、アトリエの方でさせていただきますので、はい、10時から5時ですか、はい、そうです、はいはい、ぜひ一緒に皆さんいらっしゃってください、はい、いつか子供の日ですね、そうですね、はい、ね、お城祭りもありますので、うん、そちらを見てこちらも来ていただけたら、はい、ぜひお伺いしたいです、はい、ありがとうございます、はいはい、よろしくお願いいたします、ね、ありがとうございました、本当にありがとうございました、はい、こんなご丁寧なお手紙もいただきまして、ね、本当に皆さんに感謝しております、はい、はい、鹿児島の鹿児島から、はい、そうなんです、白山さんお元気ですか生ゴーダですまた小田さんが新しい命を吹き込みます、はい、ね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ですね、今日はとても楽しかったですね、かわいいお客様が2人もおいでくださったし、うんうん、本当に ね小田さんの鹿児島の人もすごいですね、本当にね、うん、鹿児島からやっぱり見てくれてる ね、うん、またどんなもんができるか、うん、新しい命が吹き込まれて、そうです ね素敵なもんができるんでしょうね、そうですよね、楽しみです、はい、また来月も、はい、そうしたらどんな人が来てくれるか、ね、楽しみですね、はい、そうですね、はい、それでは、はい、次回5月28日水曜日です、5月28日水曜日、またこの時間にお会いしましょう、はい、それでは皆さんおやすみなさい、はい。